皆さんこんにちは。本日も見える旅チャンネルへようこそ。本日は名古屋駅に来ております。でもね、今日はね、近鉄ではなくてこちら JR の名古屋駅に来ております。今回乗っていく列車なんですけども、実は近鉄特急並みに速かったりする快速三重号に乗車していきたいと思います。それでは本日も見える旅チャンネルスタートです。今回乗車しますのは快速三重9号。この列車、三重号全列車の中で最速便ということで、まさに最速三重。停車駅も標準停車駅のみで、ご覧のように桑名、四日市、鈴鹿、津、松阪、滝、伊勢市、二見の浦。乗車します三重号は、便によってはかなり遅い列車もありますが、この9号は最速便ということで、名古屋から鳥羽まで1時間43分で、走行し、近鉄特急にもね、全然負けないぐらいの、所要時間で走行していくのがこの9号、ラビット三重ナンバー9バンドフォー鳥羽ですね。途中津、松阪、伊勢市と近鉄とね、全く同じ駅に止まっていくわけなんですが、それでもね、近鉄特急に、負けていないっていうのがこの快速三重9号の鳥羽行き。それでは早速乗車していきたいと思います。今回は指定席予約しております。座席は転換クロスシートとなっておりまして、1号車の鳥羽寄りの区画が指定席となってまして、4両編成の場合は1号車すべてが指定席となります。使用する切符なんですが、今回特ダネをね、ちょっとお知り合いの方から譲っていただきまして、でこっちが伊勢市分割の乗車券と、これが指定券です。列車は名古屋駅を発車していきます。撮影した日は夏休みシーズンということで、指定席は満席、そして自由席はね、大混雑という、まあ、2両編成なんでね、しょうがないっちゃしょうがないんですけど、まあ、4両でちょっと来てほしかったんですが、あとなおかつね、名古屋桑名間近鉄がね、値上げして JR のがかなり安いのでということもね、あるかと思います。列車かなり混雑した状態で名古屋駅を発車です。乗車しています三重9号のこのキハ7号車両、こちらディーゼルカーなんですが、最高速度120キロとなかなか高スペックな車両です。新幹線がちらりと。お待たせいたしました。今日も快速三重号をご利用いただきましてありがとうございます。この列車は快速三重9号鳥羽行きです。車内は禁煙です。
車は途中、四日市から津までの間、JR 線とは別の伊勢鉄道線を通ります。青春18切手やジャパンレールパスなど、一部の乗車券内では、伊勢鉄道線内の運賃が必要となります。ご注意ください。先ほど到着時刻の案内がなされましたが、主要駅すべて近鉄と同じ駅の到着時刻が案内されていまして、これはねもうやっぱり近鉄を意識しているなぁと感じました。そしてこの乗務している車掌さん、三重県の方でしょうかね、もしかしたら松阪の方かもしれません。標準語ですと松阪なんですけど、松阪近辺にいてる方ですと松阪とかそういう感じで言う方いるんで、この車掌さんもしかしたら松阪市出身の方かもしれないですね。そして快速三重が便によって所要時間がかなり違う件、こちらなんです。皆さん運転停車でございます。現在列車蟹江駅でダイヤ上は通過なんですが、こういう風に対向待ちで止まることが多々あります。でこの9号はね、行き違い待ちここだけだったんですが、本当に多いやつだと何本も行き違いする列車がありまして、特に名古屋桑名間は本数が増えてね、単線区間が結構残っているため、快速三重は本当に号数によって所有時間が全然違うっていうのが、まあちょっとこれは単線のねある意味まあ宿命と言いましょうか。これは近鉄名古屋線の名古屋駅準急でしょうか。現在列車は長良川そして揖斐川、向こうには桑名の市街地が見えてまいりました。この辺りで近鉄名古屋線と合流です。列車は間もなく桑名駅といったところ。最近ですね桑名駅改札が分離されましたが、駅自体はね隣同士にありますので、競合区間なのは変わりありません。まもなく桑名駅に到着です。桑名駅12時57分到着、名古屋駅より所要時間は20分、近鉄特急よりはちょっとだけ遅くて近鉄の急行とほぼ同じ感じといったところでしょうか。この辺り関西本線非常に線形がよく、かなり高速で走行していきます。通過します駅は朝日駅。この辺りもね近鉄とかなり近いところを走っているんですが、駅はねちょっと違う場所にあったりとかっていうのがあります。ここでまた名古屋線とクロスです。ちょうどね近鉄の車両も行きました。見えるたび結構持ってますねやっぱり。そして車両が見えてまいりまして、こちらは富田駅通過していきます。ご乗車ありがとうございました。まもなく四日市です。1番線の到着です。線路がたくさん見えてまいりますと、列車は間もなく四日市に到着です。こちらねホームはありませんが、右側に一面ホームが存在します。そしてこの四日市は近鉄とは別のところにあります。まあ、JR 四日市と言いましょうか。でもねこっちが本当の四日市なんですけど、一般的に四日市駅といえば近鉄四日市になるのが三重県人の佐賀。この辺りから快速三重号は関西本線と分かれて伊勢鉄道伊勢線に入っていきます。この伊勢線からはずっと非電化が続き、快速三重だったり特急南紀だったりディーゼルカーがね走行するところです。
これ奥にねちっちゃく見えてるね車がいっぱいいるのが、これ国道23号線です。三重県の大動脈幹線。そして列車はね四日市を出て間もなく鈴鹿に到着です。この駅は伊勢鉄道線の駅となります。ただいま走行中の伊勢鉄道線、ご覧のように複線にできるスペースが取られていますが、現在複線化には至っておりません。なんですけど線形はね非常にいいので、ここもねかなり高速で走行しております。第三セクター区間伊勢鉄道線を高速で走りまして、奥には津市の市街地が見えてまいりました。列車は伊勢鉄道線から JR 紀勢本線に合流いたしまして、三重県の県庁所在地、まもなく津に到着です。この津駅到着時刻は13時29分、名古屋駅からの所要時間は52分というところで、火の鳥が45分、近鉄特急が50分、近鉄の急行ですと1時間を超えますので、なかなかの速さです。快速三重号は津を発車して次の駅阿漕駅を通過中です。この津松阪間は JR の方が海側を走り、近鉄はねこの伊勢中川を経由し膨らんでいますので、距離も短く、そして運賃も安いということで、この区間はね意外と JR が強かったりする区間です。前方見えてまいりましたのは、三重県の商業施設でもトップクラスのデカさを誇りますイオンモール津南。三重県在住の方はね一度は行ったことがあるかもしれません。まもなくしますと列車は高茶屋駅を通過していきます。この駅がイオンモール津南の最寄り駅でございます。JR 紀勢本線はここで再び近鉄山田線と交差していきます。この先もですね、この列車の終点鳥羽駅まで近鉄と並走することとなります。佐藤さんありがとうございました。まもなく松坂です。4番線の到着出口は左側です。ドアから手を離してお待ちください。名勝線と近鉄線ご利用のお客様は割り替えです。松坂を出ますと次は滝に停車します。降りの際各車両真ん中のドアは開きません。前寄りまたは後ろ寄りのドアをご利用ください。ヘルスのライブワーク、まさか、プリセンチューフォーダーメーションライン&近鉄ライン、The doors on the left side are open. After まさか、we're so back, thank you. 近鉄の線路がだいぶ近づいてまいりました。車掌さん絶対三重県の方ですね。松坂って言ってたんで、これ標準語ですと絶対そうはならないですし、他のね県外の方やったら絶対松坂って言うと思うんで、これは三重県民あるあるだと思うんですけど、聞いていてね絶対この方は三重県の出身だなとちょっと思っておりました。ということで列車は松坂に到着です。この駅も近鉄と全く同じ駅となりまして、到着時刻は13時44分、名古屋駅からの所要時間は1時間7分ということで、近鉄特急とほぼ同じ時刻で松坂までは来ることができます。急行よりはね全然早い時間で到着です。この快速三重号が特に効果を発揮するのが名古屋松坂間です。近鉄はねやはり伊勢中川駅を経由していますので、そして列車はね現在東松阪駅付近なんですが、ここから紀勢本線は一度滝の方向を目指します。近鉄はねあのまま伊勢に向かってズドーンとストレートで行きますので、やはり松阪伊勢市間では近鉄の方がかなり優勢かなと思います。じゃあ
列車は串田川を渡っており、松阪市から滝町に入ります。快速三重9号は紀勢本線と三宮線の分かれ目、まもなく滝に到着です。快速三重号田丸駅を通過し伊勢市に入りました。三宮線この辺りですね、意外に線形が良く、なかなか高速で走ります。快速三重号宮川駅を通過しますと宮川を渡ります。はい、再びこの辺りで近鉄山田線と合流です。伊勢市が近づいてまいりました。広大な車両基地が見えてまいりました。伊勢神宮の玄関口、まもなく伊勢市に到着です。到着時刻は14時5分、名古屋駅からの所要時間は1時間と28分ということで、やはりね、ここでは近鉄特急に所要時間で勝つことはできませんが、急行よりはね、全然早い時間で到着です。伊勢市です。列車は伊勢市を発車です。実はこの先、伊勢市鳥羽間も JR の方が安かったりしまして、JR は240円、近鉄は390円ということで、150円の差があります。快速三重9号鳥羽行きです。この先、二見の浦終点鳥羽の順に止まります。次は二見の浦です。車内をお伺いいたします。ご精算が必要なお客様、その他ご用の客様、お知らせください。所要時間もですね、この三重号は二見の浦しか止まらないんで、近鉄特急とほぼ変わりません。特急はですね、宇治山田、五十鈴川と連続停車する関係もありまして、意外とね、所要時間も変わらないんです。快速三重9号、まもなく二見の浦駅に到着です。三宮線一の絶景スポットと言いましょうか。この辺りはですね、非常に海の近くを通ります。なのでね、大雨とか台風が来ると結構運休になる区間なんですが、近鉄よりもですね、かなり海側を走行しているのがこの伊勢市鳥羽間です。
はい、そしてここで再びまたまた近鉄鳥羽線と合流です。もうねずっと名古屋から鳥羽間ね近鉄と同じところをねこう行ったり来たり交互したりというような感じで近鉄の線路が近づいてまいりますと鳥羽が近づいてまいります。おっとこちらは鳥羽始発の大阪上本町行き特急ビスタカーでしょうか。ここで近鉄特急とすれ違います。快速三重9号まもなく終点の鳥羽に到着です。到着時刻は14時20分着、名古屋駅より所要時間は1時間43分ということで、近鉄特急よりは少々遅いですが近鉄の急行よりは早い到着結果となります。そして鳥羽駅近鉄の6番線には近畿日本鉄道が誇ります観光特急しまかぜ、ちょっとねめっちゃいいタイミングで止まってるやんとね思ってしまいました。列車は鳥羽に到着です。はい、ということで終点の鳥羽に到着しました。乗ってきた三重号は折り返しの快速三重18号名古屋駅となります。この鳥羽駅終点駅なんですが JR はまさかの無人駅となります。車掌さんがね切符を回収しておりました。このままねもう出たいと思います。こちらはね近鉄のホームから取った折り返しの三重18号名古屋駅です。本日の動画は以上となります。最後までご覧いただきありがとうございました。実は早い最速の快速三重9号乗車動画はいかがだったでしょうか。皆さんもねぜひ気になれば乗車してみてください。ただね号数によってかなり所要時間が違いますので注意は必要です。引き続きですね鉄道の魅力をお伝えする動画を作ってまいりますのでよろしければチャンネル登録お願いいたします。